の人が大体試合やるんでしょっていう感じてなわけで今日は珍しいところにお邪魔させていただいて、こちらにいらっしゃるのは、囲碁の剣持先生でございます。なんて言ったらいいの、いつも友達同士の話になってるけど、はい、そんなわけでちょっと一応 YouTube のためマスクだけ取らさせていただいて撮影させていただきますので、はい、ご了承願いたいと思います。僕は実はここは先代柳田大運が53年前にここへ来て何度もアマチュアとして結構通って、僕は運転手で下の玄関でずっと待ってたと。で一歩もなんか入りたくなかったんですよ、なんか怖いんですよ、いろんな先生方がいるっていうんで絶対僕は入らなかったんですよ。で昔は携帯もなかったからずっとじっと待ってるしかないっていう思い出しかないんです。たまたまそれで藤沢修光先生っていう、これはもう囲碁界では重鎮です、はい、でその先生が大運に書の手習いをしてたという時期があって、先代が亡くなった後にまだ書をやりたいっていうんで私がお手伝いをさせていただいて、その頃から剣持先生とこんなに親しくなって、はい、そうですね。ご自身でちょっと自己紹介的なことをちょっと何歳から碁始まったぐらいからちょっと簡単に申し訳ないけども、自分はですね6歳からプロ、碁を始めまして、8歳の時に院生のプロを目指す育成の施設があるんですね、うん、それ何人ぐらい当時は、当時は50人ぐらいなんですね。じゃあ同じ世代の、そうですね、6歳僕よりも年下の子がいたんです。その子から上がその時は20歳ぐらいまで、うん、それで50人ぐらいいたんですね、うん、そのプロになるまでは、うん、いろいろ遊んだりしてて、うんうんうん、普通のプロになる人は結構早くなるんですけど、うんうんうん、僕は結構遅かったですね。17歳の時にプロになったんですけど、でも17歳でプロって僕ら素人からすると早くないっていう、あ、いやいや、全然18になったら今クビなんでスパッと切られちゃうんですよ。昔よりもさらに厳しくなって、うん、昔は20歳になっても全然大丈夫だったんですよ、うん、30ぐらいまでになってまたプロを目指す子もいたんですけど、うんうんうん、僕の時も30がリミットだったんですけど、うんうん、それでもやっぱり本気でプロを目指すんだったらもう23ぐらいまででもうやめた方がいいって言われちゃう。じゃあ院生になられた時には、はい、自ら入ったの、それとも周りの、やっぱりですね、先生に教わって、うん、それプロを目指したいっていうことを話したんですね、うんうんうん、NHK のテレビ見てて、これに出れる人はすごいいっぱい稼げるんだよって言われたんですね、うんうんうん、テレビにも出れて有名になれて金も稼げるって言ったらこれはいいなと思って、うん、プロを目指してみようかなって。じゃあその囲碁っていう手を触れたのは何歳の時に？手を触れたのは幼稚園の時ですね。ちなみに院生になられた周りの人、今も現代でこう剣持先生と一緒に来てる方っていうのはおられます、ね、あ、います、います。修光先生とお付き合いする前からうちの親父が碁を打つっていうことで車で親父とか囲碁の関係の方に乗ってる時、まあ剣持って名前かっこいいじゃん。でその時から剣持っていうのと、あと高齢部先生って方がやったらそれが耳に入ってくる。それで修光先生とお付き合いしてから初めて会ったっていう雰囲気じゃないんですよ。一応剣持先生も僕のお弟子さんなんです。この人は永久会員で、辞めたい時には初回の在籍年数かける月謝いただきますって言うから永遠に辞められないシステムになってると。これをちょっと差し上げたいなと思うんで、これはもうね皆さんもよくご存知 で、 ね、これを今日お気持ちです、ちょっと記念に差し上げたいなっていうんで、こういう字なんです。素晴らしい。でこれは当然金ってのは音楽、それからこれが木で語、それからこれが書道の書、それから絵っていうことで、中国では必ず金器書画をたしなむっていう文化があったんです。ですから実は碁の先生って昔の方々は書もたしなんでっていうことで、今はなかなか書く人は少ないけども、常に我々は碁と書っていうのが親しみやすく過ごしてる、時間の経過とともにつながってるなと。プロとアマチュアの違い、はい、要するに碁っていっぱい流行ってるじゃん、今ネットでもできますし、はい、アマチュアでおられるでしょうと、はい、本当にそのプ
プロとアマチュアの違いって何ですかっていう、うん、僕らはプロですけど、うん、お免除いただくんですよ、段が上がるたびに。アマチュアの方はもちろん今はですね8段までがマックス、うんうん、あ、プロでも初段がいて九段までいるわけ、はい、いやそれはどういう結果段が上がってくるんですか。昔はですねちゃんと規定の試合があって、うん、ある程度成績を収めないと段が上がれなかったんですね、うん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 、今はですね賞金ランキングっていってその年に1位になったり2位になったりする人が、うんうん、段が上がってくる、うんうん、でその他にリーグ戦に入ったりすると、うん、自動的に上がるんですね、うんうんうん、じゃあ8段まで何年かかったの、はい、プロから二十何年かかってますけど。大変だね。僕はこの間彼と雑談した時にプロは命かかってるってことを言ってくれたんだよ。すごく僕はジーンときましたよね。プロはこの一つ打つことによって落ちるか落ちないかっていう生活がかかってるわけでしょ。書道は命かかってないんだよね。だからアマチュアとプロの差ってどこもないんだよね。だから先代は碁のいろんな規約とか団員制度とか資格とかそういうのを碁の内容からそれを書道の中で規約を作ってるっていう部分があるんですよ。これだけインターネットで昔の学び方あるいは出会いの仕方と今とは何か違うところっていうのはご自身で何か感じられたことっていうのはやっぱりですね昔は材料がないんですよ、勉強する材料が。だから今の AI が出てから、うん、みんな若い人たちがやっぱりパソコン使って勉強しますので、うん、もうスピードが速いです。ただし昔の人が弱いかったかっていうと、うん、そうでもない、うん、今の AI がいろいろこう教えてくれるんですけど、うん、昔の方が打った手が、うん、今の AI よりもすごい優れてたりするんですね。だから昔の人の勉強もしなきゃいけないし、うん、最新の勉強もしておかないと、うん、今の時代についていけなくなっちゃう、うん、でこれから先を考えた時に、はい、目の前にモニターがあってそれを見て打つのと生身の人間が見て打つのやっぱり全然感覚って違う、まあ、だいぶ違います、ね、碁を打ってる時どこを見るんですかっていう目線、それも感動したんだけども相手を見ないっていう基本的に相手をずっと見てるっていう失礼に当たってしまうという、うん、やっぱりこう最初に教わるんですね。ある程度その顔に出ちゃう人もいるわけですよ、うん、全然ほとんどのプロは出ないんですけど、うん、やっぱりこう失敗したとかしまったっていう顔をする人もいるんですよ。だからそういう顔を見てても自分が強くなれないんですね。それはやっぱり試合をするにあたって相手の顔ばっかり見てても何にもいいことない。だからもう常に5番を見てるしかない。まあそれはそうだろうね、はい、女性と打ったら女性と打ってもまずいかね基本的にプロ棋士は女流棋士もそうですけどやっぱり服装の制限がいっぱいあるんですね。外側の、ね、見せ方もやっぱりしっかりしてないと、うん、そうですよね。ご紹介します。張尊仁先生です。すいませんお休みのところよろしく。この方は正真正銘の大正会のお弟子さんです。毎週来てます。毎週来て般若心経一生懸命書いてます。囲碁界では一番うまい字を書いてます。ちょっと張先生のなんかプロフィール的なことをちょっと簡単に。1982年に来たから12歳の時に来てだからもう40年以上になりますね。碁を打つきっかけって何なの？まあ、日本もそうだったと思うんですけど、うん、各家庭で、まあ、自然と覚えたというか、まあ、昔は多分日本でも、まあ、サザエさんとかで出てきますけど、サザエさんに各家庭でまあ碁盤があって、うん、まあ、結構まあ大家族だったから映画でよく打つシーンってありますよね、はい、うん、まあ、生活の一部に、まあ、結構囲碁が身近にあったんですね。何歳から碁を始めたの？いや、だから全然覚えてないんですよね。気がついた時にはまあなんとなく受けるようになったっていうか、うん、日本に来るきっかけっていうのはで、まあ、それでまあ碁会に通うようになってなんか小学生の全国大会に出たんですよね。で、まあ、なんか優勝しちゃってでそこで優勝して、うん、そこからまあなんとなくプロ目指すようになって、うん、当時韓国は、まあ、囲碁界がそれほど整備されてなくて、うんうんうん、囲碁やるならまあ日本に行った方がいいって周りの勧めもあって、うん、で今に至るんですね、うん、この5番ってあるでしょ。
プロっておかしいよね。打った後もう一回解体してまた同じもの打てるのよ。わかる？それ頭の構造がおかしいよね。結局囲碁ってルールが少なすぎて難しいんです、将棋はどんなに下手でも駒の動き方さえ教われば、まあ覚えること多いんですけど、駒の動き方さえ教われば一応できるんですよね。ただ碁はもう自由にどこでもいいよって言われちゃうから、碁ってやっぱ最初の入り口が結局何してるか分かんなくて、だから周りでやる人がいて見てればなんとなく全体的な感覚をつかめる。すいませんけども反対の人もいるから、はい、俺みたいに、いや、俺はもう嫌で見てても、僕ね天才とか天性は違うなと思ってるけども、ご自身で振り返った時にこの碁っていうのは自分にとって俺って強いのか弱いのかっていうことを時々悩んだりとか迷いとかそういうのはない？悩んでもしょうがないかなっていうのがありましたね。悩んでもしょうがない、強いかなって思った時がありましたけど。あったんだ、うんうんうん、誰にも分からないんじゃないかとか思ってた、うんうん、天狗になってた時もあったんですけど、うんうん、もちろんあるでしょう、うん、やっぱりね、あまり下を見てるとそんな風に思っちゃう、もちろん、やっぱり上を見てるとやっぱりタイトル取ったりするような選手は、うんうんうん、やっぱりね、全然ね、目指してることが違う。違うんだね。やっぱりタイトルを取っても努力をしっかりしてるっていうのがありますね、うん、やめたいってこともないわけでしょ。もちろん当たり前だよね。子供の時から、まあ、レールが敷かれちゃったっていうことなんですよね、うんうん、でもどっかにやっぱ才能か天性があるんだろうね。だからまあ要するに、まあ碁の世界ってある意味小学生とかね、うん、その時にある程度決めなきゃいけないようなところがあって、うん、ああ決まっちゃうんだろうな、ある程度こう周りに敷かれちゃうっていうことあるんですけど、あのね、僕これ書道にも同じこと言うけども、子供の点なんか書道点ってあるでしょ、はい、中学生高校生6年以上やってると結構マイコいるわけだよね。でも大人になるとやめちゃうこのもったいなさ、そういう若い人が上手くなっても大人になってやめちゃうっていうパターンがもう多いよな。もう9割近くだよね。何も手を差し伸べられないっていう辛さがあるんだよね。やっぱり満足しちゃうんですか？いや満足ってよりは親の影響と大学アルバイト書く余裕がない、才能があるから下車払わずにおいでって言えないじゃない。そうですね、逆に言えば例えば5でもさ、小学校にうまい強い子っているわけでしょ。でも社会人になったら突然離れちゃうとか、そういうパターンってのはどう？それはないのかな。強くなったら結構今離れちゃうんですよ、うん、離れちゃうの？離れちゃいます。上の方を目指したいっていう、例えばアマチュアの世界でも大会に出るような人たちはそのまま続けることが多いですね、うんうんうん、今の若い人はそれは目指すっていうことを意味合いが違ってきてるから、だからそのプロを目指してる子を僕ら見てるんですけど、うん、その子たちはもちろん上の方を目指す、ね、うん、でプロを目指さなくなっても別にアマチュアの方で楽しみたいっていう気持ちがあるんです。やっぱりプロ目指してるうちって全然楽しめないんです。楽しみ苦しいよね、多分ね、苦しいんです、うん、だからそれから解放されてアマチュアで楽しみながら上を目指したいっていうのがあるんですね、うんうん、で上を目指した結果アマチュアのタイトルを取るじゃないですか、うんうん、タイトルを取ってプロの試合に出ることもできないんです。でもなんかこの子を育てたいとかそういうのって思わない？やっぱりでも将来のこと考えて、うん、やっぱ生活のこと考えちゃうと、うん、趣味で続けてくれればいいなと思うんですけど、あ結構大変じゃないかなっていう思うんですよね。実際僕はよく昔は書道やってる男の人とか若い人に碁はやんなさいってよく言うんだよね。いや先生がそういうふうに碁をやりなさいって言ってくれるのは、うん、その碁をやることで考える力が、うん、そう、もちろんもちろん、うん、これがすごくでかいですよ、うんうん、世の中に出ても、うん、これから先を読むっていうのがすごく大事になってくるんですけど、うんうんうん、囲碁をやってると先が読めるんですね。だから親父の説教はそうなの、先読まれてるんだよ俺がこう言ったらああ言うだろうってことを想定のもとを説教するんだよ。これきついよ、もうこれはもう頭を使うっていうことだよね、はい、基本的に。そうですね。でもその頭の使い方っていうのは書道でも僕最近言ってるのは、みんな真剣にぼーっと書いてるって言ってるのよ。真剣に書いてるね、はい、だけどぼーっと書いてるね。今はこのスマホ時代、本当に何でも便利に頭使わなくても何でもできちゃう時代じゃない、はい、まあ僕は今そうですね、月に3度対談先生と伺ってるんですけど、うんうん、最近マハニャ心経というテーマで、うんうん、今書いてるんですけど、書き終えた時に達成感というのがあるんですよね、うんうん、対談先生の、まあ、対象会で、まあ、定番会
ものすごい対策書いてる方がいるんですね、うんうんうん、あれだけの対策を書いた方はねものすごいその達成感というものを感じてるんじゃないかなと思います。持続力すごいよね。さすがプロの棋士だな。永遠にこれ書いてるったら多分書いていられるタイプよ。そこは僕見てて驚きました。でもやっぱりこの持続力ってすごい。碁は頭の回転が違ってくる。あなた何あの対戦相手だカッカするとかそういうことって。あでも確かに顔に出るかもしれないですね。ああため息ついちゃったみたいな。でもアマチュアの人たちはみんな顔に出るんですよ。顔に出るよね。本当に間違いない。声に出る。やったやったやっちゃったとかね。そう本当に。まあインターネットよりも対面で対戦した方がまあ楽しいですよね。本当はね。だってあのよく僕ら素人だけど、あの周光先生の写真でやっちまったとか顔いっぱいあるじゃん。周光先生は。いやあの先生は本当にポーカーフェイスではない。うん、どちらかというと、うん、人間になる先生ですね。ああそういうポーカーフェイスの人はまあそれだけで、まあ、かなり強みになる。ああそう。基本的にはその囲碁の試合って、うん、相手のミスがないと勝てない。そうかそうか。なるほど。ミスすると予想してないですから。あでもそのミスを引き出すエネルギーを出してるわけでしょ。そういう技を繰り出すしかないですね。ああまああの話は尽きない。あの本当にでもすごい世界だなと。とにかくこれからもお二方にはどんどん活躍してこの囲碁界のトップアスリートとして走ってもらいたいなっていう感じがする。で今日実はこれから我々アマチュアメタに入る前に有限の間、そこはもう本当に最高の手合いをやるところだからそこをちょっと案内していただきたいなと思います、はいはい、よろしくお願いいたします。今日試合じゃないけど先生、5番前に座りましたよ。ここは要するに本当に最高の手合いをする。これ普通一般の方は入れない。絶対入らない。絶対入らない。絶対入らない。ドキドキするんだよ。ここは何ずっと年間どのくらい使われる、はい、いや年間っていうかその毎週その大きな試合の時は必ず使われますけど、うん、まあ何とも言えないしびれる空間でこの緊張感ってすごいいいじゃん。正座ができない。ごめんなさい。僕もできない正座。だけどさ、僕でいつも思うの、はい、これ背広で正座ってきつくないの？スーツ着てる時の方が多いですけど、うんうん、普段着が多いんですよ。普段着基本的に。だから正座ができないってのはきついよね。だから子供たちすごいね、正座できるわけでしょ。僕と孫仁は特に修行先生のところで勉強してたんでずっと正座ですから、うん、でいざこの、ね、出会いになったらそれを忘れちゃうわけだからね、はい、忘れて試合するときは正座してて、うん、途中からやっぱりあぐらかいたりしますよ。あ、かいてもいいの？まあもちろんもちろん。これではもう碁石そのものももう作られないっていうこと。今日本ではないです。日本ではもう手に入らない。手に入らない。あでもやっぱりこうやってプロになるとこの石触りとなんかそれ気持ちがいいのとか5番でもそれあまり関係ないか。もうそんなに関係ない。いやまあでも僕は子供の時はまあやはり憧れましたけど、時代とともに変わってきてるような気がします。子供の時プラスチックの碁石だったんですよ。あとガラス。あガラスね、はい、ガラスってね、普段やっぱりいい5番で勉強したいとかね。いい道具ってのはね、はい、ゴルフでもそうでしょ。先生は碁はやったことありますか？やったことねえよ。嫌いだよ。嫌いなんだよ。でも僕やらなくてよかったの。これ裏話。やらないからこうやって皆さんと仲良くできるの。剣持先生にもし習ったらば、僕の考えは師匠は一人だから続行になっちゃうから。だから僕は帰ってやらないからいろんな方々とフリーで話ができるっていうことです。でも本当にならなくてよかった。で僕はまだまだ、いやもうこのねトラウマですよ。ある意味で親父の道でまだまだ初段目指しましょう。いややめてそんなやんない。先つけないでよ。やめてやめて絶対無理です。もうじゃあ来週からやめて